はい、こんにちは、長田です。今日はカット動画やっていきたいかなと思います。今回はメンズカットやっていきたいと思います。で、メンズカット、最近、まあ、1、2年かな前から流行り出したバーバースタイルっていう、まあ、昔のアメリカの床屋さん、こうバリカンでガーッと上げて、で、すごいもう横とかすごいスッキリして男らしく決める、そういうスタイルっていうのがすごい流行ってきたと思うんですけども、なんかそちらのカットの仕方っていうのをやっていきたいかなと思います。もうコツはバリカンの使い方です。で、バリカンの使い方、バリカンの種類を用意することっていうのがすごい大事になってきます。で、今日は僕メンズスタイル、もちろんたくさんのお客様にご来店していただいて、メンズの方ももちろんやるし、ただ新規の男性のお客様っていうのはご紹介以外今受け付けてない状態なので、もっともっとスペシャリストに頼むことにしました。僕がいるサロンで一番メンズカットがうまいスタイリストが今日スキンフェード、刈り上げのスキンフェードについて紹介してくれるんで、今日は最後まで動画を楽しんでください。しかも今日モデルを担当していただくのは有名な格闘家にお願いしてありますんで、そちらも楽しみに見ててください。じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあ始めます。じゃあ佐藤さん、よろしくお願いします。エアのギャングこと佐藤和也です。よろしくお願いします。銀座とは思えないで、モデルしていただく村越選手です。村越です、よろしくお願いします。イケメン、イケメンゴリラじゃあビフォーをちょっと撮っていきますね。カットしたのはだいたい1ヶ月前ぐらいで、かなり今伸びきってますね。そうそう、髪結べそうなぐらい。いや、そうですね。違う。もうちょいっすね。じゃあ、佐藤さん、今日のカットの説明を。まあ、バーバースタイルって言って、まあ、0ミリから 4.5 ミリぐらいの、ちょっとここからグラデーションで繋げていこうかなと思います。で、毛先はどっちかっていうと今、ハイトーンで、いい長さでもあるんで、あんまり長さを変えず、ちょっと遊んでいこうかな。オーケー。はい。スタバースタイルで。早速、やっていきたいかなと思います。じゃあ、いっちゃいましょう。じゃあ、佐藤さん、はい、道具紹介を。僕の愛用品はこちらになります。まず、ウォールというバーバースタイル使ってるんですけど、これはまあ、コードレスでやらせていただいてるんで、使い勝手がいいのと、あと、まあ、6ミリ、4.5 ミリ、3ミリ、1.5 で、外枠を反るのは、この調節できるんで、これでいつもやってます。で、結構バーバースタイルとか刈り上げにこだわる人だと、それじゃあちょっと長いっていう人も多いんで、まあ、シェイバーですね。ほぼほぼ 0.1 ミリぐらいに反れるやつを使ってます。で、それよりも、もうちょっと、ツルツルぐらい極めたい人はこのひげ剃りみたいな 0.0mm、 ほんとこれで剃るとツルツルになるぐらいのやつがあるんで、これでやっていきます。ではよろしくお願いします。お願いします。多分バーバースタイルやる時って2パターンくらいあると思うんですけど、まず上の 6mm とか 4.5 でまずなじませてから徐々にこう合わせていく人と、僕はどっちかっていうといきなり一番短いのでもう全体の形を見ながら、カットラインがこうなってるんで、それに合わせて五輪ですね、ほぼほぼこういう風に沿っていきます。こういう風に頭が丸いんで、それに合わせて上をと、なんかただ切るんじゃなくてちょっと遊び心ですね。もう完全にもう素肌にノリが乗った感じですまあ最初お客さんはびっくりします。まあただいろんな刺激があっていいかなと思います。で、徐々にこう沿っていって、で、大体人の頭って出っ張ってるところがあるので、そこを越えてしまうとこの出っ張ってるところがこう急にガッて出ちゃって頭の形がよく見えないんで、この出っ張ってるところに合わせてこの幅は見てます。なんでその下はまあ遠慮なく沿っちゃうんですけど、ここまで伸びると反り心地があっていいですね。反られてる人はどうですか。いや、すごい気持ちいい。あとは毛がみんな生え方があって、毛の流れに逆らっていつも沿ってます。なんでこの横ってどっちかっていうとこう生えるんじゃなくてこう生えてくんで、それに逆らってこうシェーバーを入れていく感じ。これが分かってないと伸びてきた時にここだけ伸びるのが早くて、お客さんからしてもちょっとここが気になるなっていう人が多くなると思うんで、この毛流れはどんなお客さんでも見るようにしてます。であとはもう左右同じに引いて高さを合わせて、これでもスッキリしたんじゃないですか。いやもうすごい、シャンプーも合わさってなんかすごい涼しい。スースーシャンプー。確かに。これで終わりですかね、じゃあ今日。はい。いいで、こっから徐々に、次はこのバリカンの 4.5 ミリですね。で、あまりにも差があるんで、これをまず、ガバッと。そしたら、こっちとこっちで、馴染みが全然違うと思うんで、まあ、こうやってから、間の 1.5 ミリと3ミリで、ここの間を削るっていう風に僕はやってます。こっちの方が早いかなって。
で剃るイメージは剃るだけでこう上がってくような感じでいつも手首だけでやってます。で今だいたい 4.5 が終わったんで次は 3mm でやってきます。さっきよりも馴染む感じ。これも全部手だけでやります。あと日頃やっぱ意識してるのはお客さんに触れるこのタッチとバリカンの当たる感触は優しいように思わせるために意識します。ただ僕のお客さんの中で一番耳が柔らかいんですよ、村越さん。耳は鍛えてない。耳は鍛えてない。耳っていうの言ってますよね。シルバーウルフで練習しないんですか、耳を。あとはなんか剃るだけじゃなくてちょっとお客さんの頭を押さえてあげた方が動かないし安心感もあるんで、雑って日頃言われる人はちょっと触ってあげた方がいいです。あとは剃る時もそうなんですけど、まあ、頭の形と刈り上げの色で僕は判断するんで、結構デコボコしてる、村越さん綺麗なんですけど、デコボコしてる人だとそのへっこんでるところが毛が溜まって長いんで、そこだけちょっと短いやつで剃って全部色を合わせるっていうイメージでいつもやってます。で今 4.5 と 3mm で来たんで次は 1.5mm ですね。ここでほとんど多分馴染みはかなり、もうほんとこの境界線をちょっとこうなぞるだけちょんって、この時も全部この手の動きは上に上げる感じでだいぶ馴染んだと思うんで 1.5 でこの間をこう馴染ます感じですね。これももうほとんど色で、長さとかどうでもいいんで色で見てます。今はこんな感じです。で下がシェイバーでこれでシェイバー剃って、今はこのアタッチメントつけてたんで、まだどうしてもちょっとつながりが甘いなっていうのが僕は思うんで、ちょっとアタッチメントを取ってここで調節ができるんで、まあ、大体半分ぐらいですかね。でもう一度ここの間をドーンと、ほんと彫刻みたいに削っていく感じです、色々。するとだんだんこう馴染んできて、もうほんとこんな感じの、もうほんとこれの繰り返しですね。やっぱ夏だとこっちっすよ、多分年中これだけど。これは一年中分。そうそう、村越フェード、村越フェード、はい、来た、世界の世界の世界の。でフェードはほぼこれで多分一般的な完成なんですけど、ちょっとまだ触るとザラザラするんですよ。でもザラザラよりツルツルが好きなスケベタイプなんで、チーバーこれもウォールです。これでジャーッと、これをまあバーッと豪快に、そうするとよりなんかスキンフェードね、かなり。村越さんの今日は YouTube 撮影でちょっと緊張してるらしくて、ちょっとあの乾燥してがしますけど、ちょっと YouTube 撮影のせいでちょっと皮膚が乾燥してるし、緊張しちゃって。それはもうメンタルを鍛えるからね。体じゃなくてカメラ弱いんですよ。ほんとこんな感じですね。こっちもわーっと、で持ち上げるとちょっと皮膚が剃る時って持ち上がっちゃうんで、こういう時の人はちょっと自分の手を下に引っ張ってあげて、これでやると皮膚動かないんで、これでやってあげた方がいいです。そしてもうもみあげがないです、ツルツルです。これ綺麗、どうですか。いや、もう気持ちいいですね。で割とこういうところを剃り忘れが結構多いんで、これ結構お客さん要注意です。誰かで行って僕で帰ってくる人は大体ここの剃り残しがあったんで嫌でしたっていう人は結構多かったんで、大体耳硬いんで剃りにくいと思うんですけど、こういう耳が柔らかい人はいいから。全然言ってくるじゃないですか、柔らかいの。顔怖いのに可愛いとこあると思うんです。でさっきがなんか毛流れ通りでこう行くと、こういうこっちに向かってる毛がまだ若干残ってるんで、こうやるとツルツルかもしれないですけど、さっきこうやって生えてる毛をこう触ったらまだザラザラなんで、ここはお客さんが自分で触って分かるところなんで、また毛流れに合わせて剃り直します。これを取れるか取れないから多分リピート率も違うかなと思います。フェードに関して、こっちもほとんどこれでフェードは終わりです。本当どう。これが世界の村越フェードです。世界の村越フェード。じゃあ前髪は三日月蹴りな感じでいいですか。ちょっと上げる感じで。まあ、あとは見てほしいのは、今ここでシャープにして
シャープなんですけど、この毛がどうしても乗ってきて、なんか今キノコの山みたいな髪型になってるんで、僕はこうなったら結構みんなって横で刈り上げる人がいると思うんですけど、これだとちょっと時間もかかるし、えぐった時に終わりだなと思うので、ここは効率の良さをとってこの縦を切ります。ここをこうバサッと、そうするともう全部これを切っていくだけで、ここのつながりは全部完璧になるんで、これをもう切っちゃう感じですね。こうやってで、全部オンベースの縦です。なんかやっぱ切ってる人見てて、カット遅いなとか思う人って、やっぱこういうところをずっとハサミで刈り上げて刈り上げて刈り上げて、でえぐれたらもう一回刈り上げてっていうのがめんどくさいなって思うと、お客さんもなんか同じとこずっと切られてると退屈になると思うんで、いかに早く切れるかっていう感じ。縦にグラデーションですね。で繋がったかなと、あとはバーっていきたいんで、ちょっとまだ気持ち上はやったんですけど、この切ったところの間がまだ馴染んでないんで、これもガーッとセニングですね。こういう感じでやってます。でまだ気持ちちょっと甘いなと思ったら、最後にこれを大体 4.5 で、この間をこう、こういう感じで、これを左右で見たら、ここはボーって出てるんですけど、ここはだいぶシャープになったと思うんで、これでやっていきます。いつもでもこだわるところにはこだわっていきたいんで、気持ちここのラインです。ここのラインが僕ちょっと刈り上げの時もメンズカットに全部いろんな角度で見るんですけど、ちょっと見た時にここが甘いなってちょっと反省があるんで、これもさっきの 4.5 じゃなくて 3mm でより伸びます。そうするとさっきより綺麗につながります。じゃあ右も同じように中央左右対称ですね。まあ大体こんな感じで幅もで、あとはお客さんで注意しなきゃいけないのは、日本人は絶対鉢が張ってるんで、ここのこれだから伸びるとき絶対ここから丸くなって気になるんで、僕は日頃ここを多めにちょっと量取るようにしてます。こっちはそうですね、下ろしつも上げつもできるようにするんで、ちょっとこっちに引いてチョップで、あとは分け目がこういう人のここの毛ってこっちに行こうかこっちにやろうかで、僕自身も迷うんですけど、多分お客さん自身も迷うんで、ちょっと今日はもう完全に流れをこっちに行かせるために、ちょっと気持ちここの下ろしたこれを短くして、振り切って切ってあげた方がお客さんはやりやすいと思うんで、あとはトップですね、もう伸びた分なんで、あとはこういう流れたところのこういう反りのラインで来てるんで、ここの延長線上の毛がここに来るように僕は切ります。これも全部ちょっと、前髪のたまる部分ですね、こう出てるところをちょっと、あとはさっき言った鉢の部分、ここ気持ちいい、こういうブリーチの毛はあんまり普通のシザーで切るっていうよりは結構セニングで調整することが多いです。セニングですね、セニングでどうしてもバーって見た時のここのラインがちょっとバツって出てるんで、これをもう縦で動かす感じです。こうそしたらさっきより全然馴染みが違うと思って、もう全部動かすの最後、あとはこう見たときにちょっとやっぱまだ毛のたまりが 色的に多いなと思うんで、これも全部めくってこう、でここで縦に取って根元を取る、これでだいぶ、あとは出っ張ってる頭の部分はここなんで、ちょっとその下からだんだんグラデーション入れるようにして、上は
入るんですけど、ここで遊ぶようにしてます。であとは 10% こっちの刃が全く切れないんで、だお客さんの髪が全く引っかからないです、ね、うん、こういうのは。あ、ちょっと口歯が歯になってるやつね。そうです、こっちが歯になってて、うん、こっちがこれは全く切れないです。今耳やっても切れないです。やんなくていいですよそうです。で、あとはいかにこの人うまいかって見せるあれだと思うんで、メンズの両取りはもう基本ずっと真正面見てお客さん見て重いなと思ったところをこう取る感じですね。女性で使うのは前髪か鉢植えぐらいしか使わないです。あとはこういうブリーチ毛って毛先はブリーチしっかり抜けてるんですけど、根元が黒いんでこう立体になるんですよね。なんでこうバーって全部前に溶かした時に明らかにやっぱこの毛の癖ってここに集まりやすいんで、こういうところを鏡で見てちょっと重いなと思ったら多めに量を取ったりとか、もうこういう髪色の人にはもうやっぱ色で判断します。一応もうほぼほぼ完成です。これで次カラーですね。でこういう髪の毛の人ってブリーチとブリーチしてないところが差がありすぎるんで、なんかハケであんまり塗って根元に伸びたくないタイプなんで、僕は全部あのシャンプー台で濡らして、で全部カラーをトナーで入れちゃいます。こういう人はもうすぐ入るんで、もうブリーチこれ4回ぐらいしてるんで、簡単に入るのと簡単に抜けるんで、であんまり濃いの入れちゃうとここに最後戻らないんで、村越さん戻るときにこういう色がいい人なんで、あのちょっとトナーの明るいグレー、ちょっと気持ちだけ変える感じですね。じゃあカラーボレ色に染めていきます。いきましょうブリーチの毛にはちょっと水取って、今回はこれですね、ちょっとスケベな色なんですけど、フュージョニストですね、デミさんのかなり薄めたやつで、そんな色入れたくないんで 6% で、こんだけ髪が濡れてれば 6% でちょっとついたところで全然上がらないん でフュージョニストの理由はちょっと薄い染料でもダブルレイヤー処方っていうので外と内を染めてくれるんで、明るい色でも色が持ってくれる理由でいつもやってます。グレーっぽい感じ。はい、流し終わりました。はい、お疲れ様です。ちょっとまあほぼほぼ色変わらないですけど、ちょっともうちょっと白っぽくするのと、うん、乾かしたらちょっとグレーっぽいな感じにしました。はい、じゃあ乾かしちゃってください。はい、で手の色がーっと主に毛先目ですね。でブリーチすると毛先が柔らかくなるんで、ダメージでもあってもうつまむだけですね、動きが出ていい感じ。で基本メンズの髪はここがガーって上がってると顔がすごい大きく見えるんで、基本ここ潰します。ここの量をここをしっかり潰して、でこっちで動きをつける。あと前髪も潰すとこは潰して、上げるとこは上げると、あの奥行きが出てすごい立体になって、あとはハイトーンで根元が黒でこのぐらい伸びてると動きがもっと出るようになるので、おすすめです。であとは毛流れ通りに刈り上げるとこをなじませて、いいんじゃないですか。どうですか、ジャンプ。いい感じです。めちゃめちゃ決まってます。顔決めたい。はい、お疲れ様でした。よっしゃ。ありがとうございます。完成しました。イエス。綺麗。ちょっと解説を。解説。まあまずフェードですね。一番メインは。ここはあの手触りのツルツル、まあ 0.0mm ヒゲ剃りみたいなやつで剃って、徐々に 1.5、3、4.5 で最後6っていう風につなげていったのと、あとはあの元々鉢が張りやすい方なので、しっかりここはシャープにしました。であとは、まあ、ブリーチしてて、で根元が黒なんで、あの結構こう立体に見せるような毛流れでセットの方はしました。以上です。はい。こういうフェードカット、まあ自分はできないんですけど、ちょっと興味ある方はあのこちらの佐藤を指名してよろしくお願いします。佐藤のインスタと、あと村越選手のインスタグラムは下の概要欄に貼っとくんで、あのぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よし、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。男さん、ありがとうございました。